皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。冬に活動が低下したり死んだりするのでしょうか。チリダニの低温に対してかなりの抵抗性があります。マイナス12度でも数日間では死なない個体があります。したがって寒冷地で暖房してない建物内でも生存できます。日本の室内環境で冬季に個体数が減少しますけれども、低温によって死亡する死滅することはありません。むしろ最近では住宅の気密化やエアコンによる暖房などの普及によりまして、粉表示のような低湿度のに耐性のダニの生息に適した環境になっていると考えられます。